じゃあ運んでやれてくれ。これで 75%。 はあ、まだなんかありますかね。俺今のところスイカぐらいしか思い当たらないんだけど、なんか他あったっけ。あー、ここにも穴があったね。そういや、そうだった、そうだった。入ってみましょう。さあ、なんじゃ、氷温サウナ。うわー、毒だねー。ちょっとそうだな、紫ピクミンにも出会えたからあれですよ。白ピクミンね、最後出会いたいねー。周囲の安全確保から行こうか。待って、なんかキンキンに凍ったイモガエルちゃんがおるやん。あー、うるえ、うえ、すげえ。あ、で、しかもあれだ、凍らんねえ。もうすでに凍ってるから。オッケー、大丈夫か？凍ってないピクミン、大丈夫？あー、待って、マジかよ。まさかの、ここで白ピクミン来ますか。じゃあ、ちょっと。あ、そう。うわー、これで、全部揃ったね。ちょっと動画に映るように。よいしょ！うわー、白ピクミンやー。おー、ゲップしたね。白いピクミン。いや、白ピクミンですよ。まあ、足も速くてね。体に毒を持ってますから。だから、チャッピーに食わしたらその毒でチャッピーとかね、原生生物をこう倒すことができると。いや、白ピクミンもね、もう本当だから紫ピクミンと一緒。20年ぶり、約ね。20年ぶりに一緒にこうやって、隊列に、こう、一緒にね、組んで、行動ができると。マジで嬉しいわ。マジで嬉しいわ。宮本さん！ありがとう、宮本さん。俺はもう宮本さんに一生ついていきます。うわ、なんだなんだ、なんか周りがめっちゃ寒いって感じになってる。レンズに霧が。うえー、マジ。これって装備品でさ、なんかこう寒さをしのぐなんか装備かなんかないと、こういう風に画面がちょっとこう寒い寒いになってんのかな。なんだ、え、寒そう。ピグミンが寒さで増えています。何かしてあげられることはないでしょうか。笛で刺激を与えれば少しは動けるだろうが、オッチになって寒さをしのいだ方がいいな。ああ、そういうことね。マジか、ちょっと待って待って待って、急いで白ピクミン抜くから。よし、みんなのオッチに乗れ。よし、オッチンあったかいね。オッチンはあったかい、あったかいけど、うわー、そうだ、ちょっとここ降りてまた行かなあかんのか。オーマイファック。しかもなんかどっか落ちてきてる、なんか落ちてきてる。怖い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 、もう怖いよ怖いよ。うえー、マジかよ。あー、ちょっと全員で行けば。ビビった。え、犠牲者はゼロ。ビビった。しかもなんか向こうからも投げてきたな。やろー、クソったれ。どっかや、どっからあれか。クソクソったれめが。おら、おら、いけ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 、もうみんなで行ったら勝ちや。おら、よし。さあ、ここちょっと難しいね。だからこの氷をさ、どうやって、温めたらいいんですかね。
なんかあるアイテム。爆弾で壊すとか。ちょっとやってみる。いやー、そんな感じじゃないと思うんだよな。違うよね、多分。違うよねー。一個無駄にしちゃった。なんだろう。何をどうすればいい？なんかどうやらね、この凍ってるやつ、これを全部壊すと、あー、冷気が取り除かれた。ほんで、ちょっと溶けちゃうから、気をつけないと。危ね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 。えい。しゃあ。なるほどね。そんな仕掛けがありましたか。いやいや、また考えたもんですな。さあ、ここは3階でファイナルエリアですか。うわ、ちょ待って、でかっ！あいつさ、あいつこそフォルム的に元祖、ピクミワンの時おった二口どっくりだよね。の、何？氷結どっくり的な？マジっすか？うわぁ。さあ、これ、どうやって倒そうかな。でけえ、なんかデメマダラよりもでかいような気がすんな。じゃあ行こうか。どう、まずはやつを観察、どんな攻撃をしてくるか。うお、あー、なるほど、吸い込みからの、なるほど。でね、これ羽を閉じてしまったらピクミン食われちゃうような感じになるから、そう、こうやって閉じるってね。だからこれをちょっと気をつけないといけないね。おー、ピクミン1の時と同じような感じだね。さあ、うわっ、うわー、あぶねー。ちょっと周り邪魔やな、これ周り邪魔やな。おー、そう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 、そうやってちょっと口破ってくれれば。おい、おいら投げてこいよ。危ない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 。せーい。なんや、こいつちょっと呪い剣簡単やな。あ、ほんでしかもさ、ごめん、これ壊してって、壊してったらなんかあれなんじゃない、寒いのが収まって一気にこいつ弱くなるみたいな。わかんねえけど、ちょっと試してみようか。オッケー。あー、やばい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 。あぶね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 。みんなおるか？みんなおるか？オッケー。ちょっと一回試してみよう。なんだ？どこの？これこれね。ちょっと一回全部これ壊して。あぶねあぶねあぶね。あー、あんた呪いな。うわー、これこれこれ、ほんでこれもよ、これもちょっと全部ぶっ壊してもろうて。さあ、ちょっと二口どっくりがこっち向く前に急げー。いいか、大丈夫だね、オッケー。さあ、これでなんか変わるんじゃないの。どうだ、霊気が取り除かれたぞ。こいつには特に関係なかったみたいだな。しゃあ、いけ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 、これでもういけんじゃないの全部。さすがに無理か。いやー、ちょっと落石がこんな感じでね、バージョンアップしてますよ。さあ、これで貴様の運命は終わった。しゃあ、図体がでかい割には、まあでかさだけだったって感じだね。ええよ、そんなんもう壊さんで。そいで、なんやこれ、よう見たら、ちょっとちょっと誰ですか、スペースオペラ、またオペラやん。
っとさ、マジでさ、考えてる人いますやん。考える人ね。まさかこんなお宝があるとは。ちょっとね、自由の女神といい、この、なんだ？ね、考える人といい。で、モアイもあってね、なんか、あれだね、あつ森っぽいね。そんなこともないか。例えば近々あつ森なんかちょっと僕もだいぶやってたんで、ちょっと実況、待ってー、あつ森の話してた気そらしてしもうた。なんでここで激辛スプレー使うん。じゃあもうこのまま帰るで。アバチー。うお、ちょ待って、もういきなり9秒。あ、ほんで集まりのね、さっき話した続きになってましたけど、集まり僕もめちゃめちゃ島開拓してるんで、後々集まりの動画も出そうと思いますので、ぜひ集まりもお楽しみにお待ちくださいませ。またちょっとね、ほんで 98% までいった。ほー、いや、これでな、全職集まりましたね。役者は揃った。のほう、また掃除しただけでしょ。なんもないでしょ、どうせ。さらに整備しました。ああ、整備しただけでな。あ、まあでもそっか、人数が増えてるからね。よし、じゃあちょっとそんな感じでね、ちょっとこの見てみようか。そう、トコナミのね、探索を。そう、トコナミがね、トコナギかもう 98% で、もう多分あれなんだっけ、100匹のスイカ、あれ集めたらもう終わりなんちゃうかなっていう感じのところでね、結構進んできたけど、これまたエリアちょっと増えないのかな、どうなんだろうね。ちょっとまだね、わかんないけども、うん、ちゅう感じで、はい、ちょっとまた終わろうと思いますので、ぜひ次回の動画もお楽しみにお待ちくださいまし。